ビッグフレンドリージャズオーケストラの皆さんです。お願いします。
ラーバンドに交代してお送りします。今日は13日なので、もう夏休みの半分ぐらい終わりましたね。はい、今日は今日で、あと府中電気ジャズフェスティバルまで10日となりました。私たちは高校生の部2日目の最後に出演するので、府中電気ジャズフェスティバルに来られる方はぜひ最後までお聴きください。それでは次の曲、ジャイブアットファイブです。どうぞ。ジャイブアットファイブからオントロンボーンや、あ、失礼いたしました。オントロンボーン栗山愛奈、塩谷アスト、オンリアンの藤田里奈、ここでゲストで、大阪芸術大学の皆さんと、トランペッター広瀬美希さんとご一緒に演奏させていただきます。皆さん準備の方お願いします。じゃあ代表して広瀬さんにお伺いしたいんですけども、ブルースを吹く時 のコツといいますか、自分なりの何ですかね、秘訣みたいな、はい、そういうのありますかね。非常に難しい質問ですね。なかなか一言では言い表せないんですが、逆にどう思いますか。私は難しくてよくわからないんですけども、僕もです。なんか聞こえてくることを頑張って弾こうとはしてるんですが、なかなかジャズというのは奥が深くて、でもみんなすごい素晴らしい演奏をしていて、僕は
今日は一日感動しきりです。本当にいい演奏ありがとうございます。ブルースの秘訣言えなくてごめんなさい。次で最後の曲となりますので先にソリストを紹介します。シージャムブルースからオントランペット広瀬美希さん、オンアルトサックス池川風也、皆さん今日は短い間でしたがありがとうございました。この後の演奏もお楽しみください。高砂高校ジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラでした。
素晴らしい。